どうした？また怯える女。どうしよう、怖い。これはまた事件の匂いがするな。人の良さそうなお姉さんがなんか困ってるみたいだな。たまにはおまわりさんらしいことでもしてみるか。最近割としてるけどね、いろんな事件に首突っ込んで。ちょっとこれは聞いてみるか。どうした？お姉さん。お姉さん、どうかしました？なんか顔色悪いけど。驚かせちゃってすいませんね。カムロそのものなんですけど、何かあったんですか？警察の方ですか。これから仕事に行かなくちゃいけないんですけど、誰かが待ち伏せしてそうで怖くって。はあ、そりゃ物騒だね。仕事場どこ？劇場広場裏の平打ちビルなんですけど。なんだ、すぐ近くじゃないか。それぐらいなら送って行ってやるよ。本当ですか、ありがとうございます。いや、すぐ近くあるのにな。徒歩1分もかかんないんじゃない？怪しいやつはいないみたいだな。誰かにつきまとわれてるのか？はい、はい、仕事場、仕事の行き帰りにいつも視線を感じて。考えすぎじゃん、なんじゃない？誰かにつけ回されてるみたいなんです。そりゃ気持ち悪いな。警察には相談した？はい、仕事場のあたりを巡回ルートにしていただいたりして、一時は視線を感じることも少なくなったんですけど、最近は道からじゃなくて上から私をジロジロ見てるみたいなんです。だから妄想なんじゃない？は、上？はい、仕事が終わってビルを出ると、あのビルの屋上にいつも人影があるんです。どこ？あの上？そのまま家まで屋上伝いに視線がついてきてるみたいで、仕事に来るのが怖くなってしまって。刑事さん、私が仕事をしている間、屋上見回っていただけませんか？屋上ね、普通の巡回ルートじゃないしな。それにほら、警察って何かが起こってからじゃないとなかなか動けなくてさ。警察署でも同じことを言われました。でも田舎から出てきて一人暮らしをしているとこういうの怖くて仕方ないんです。お願いします、できる限りお礼はいたしますので、あのパチンコ屋のアルビーヌの屋上見てきてください。そこまで言うなら、まあ見てこないこともないけど。ありがとうございます。では私の携帯番号を教えますから、何か分かったら知らせてください。分かった。へえ、屋上か。太平通り西と劇場広場裏のに面したパチンコ屋のあるビルの屋上に行けばいいんだな。劇場前か天下一通りの雑居ビルから屋上に行けば行けたはずだな。なんだ、また事件か。サブストーリー、上からの視線ね。たまには警官らしいこともやろう。天下一通りの雑居ビルか。まあすぐ近くいるから、ちょっと行ってみよう。あの看板があるってことは、ここはスッポン通りと天下一通りがぶつかるあたりか。パチンコ屋のあるビルはもう少し北西だな。見る？どういうこと？何を見るんだ？いえ、さっきと同じ会話じゃない？そしたら、あれ？ここじゃないんだ。そうか。ここはね、スカイファイナンスの屋上なんだけど、あ、ここから行けるんだ。なるほど、なるほど。もう少しじゃあ、ちょっと、進めてみよう。ここは太平通りだな。目的のパチンコ屋のあるビルはもっと西の方だな。もう少し、進んでみよう。お？ちょっと待って、ここどこ？あ、初めて来たんだけど、これ。
え、ここの庭園初めて来たな。来たことない。でも面白いね、なんかこういうところあるって。まあまあまあいいや。ここか。別に何もないなーって。向かいのビルの屋上に行ってここを少し見張ってみるか。向かいのビルね。あー、なるほど、あっちか。屋上ってややこしいね、いろいろ。ちょっと行ってみよう。ここか。やっとたどり着いた。難しいな、いろいろ屋上。コインロッカーの鍵光ってる。お、変なやつが来た。あれはあのお姉さんが言ってた覗き魔か。覗き魔。あいつ怪しいな。おい、お前、そこで何をしてる？なんでもねえよ。ん？逃げるんじゃねえよ、お前。ちょっと、待て！すげえ。普通じゃねえよ、これ。スーパーマンが、お前。何、まだ屋上のチェイスバトルは。お前、早いな、おい。ちょっと。おい。止まれ。お、これ一周すんの、また。うん、止まれお前。体力的には谷村の方がね上なんだけどね。お前どう、ちょっと待て。お前どこ行くんだよ。おいお前、ふざけんな。また出たよ。あと一息。おい、お、あれ、なんでだよ。お前も体力ねえだろ。ん、ちょっと待って、これ追いついたんだけど。終わりだ。ひひまったく手間をかけさせやがって。お姉さんに連絡しとくか。お姉さん。めんどくせえなこいつ。もしもし、河村署の谷村です。覗き魔捕まえたんですが。谷村さん、犯人捕まえてくれたんですか？ああ、こいつが屋上で怪しい動きをしてた。エミの兄？エミ。お、お兄ちゃん？え？どういうことだよ。申し訳ありません。すみません、谷村さん。誰かにつけ回されてるかもという話を聞いた家族が勝手に見守ってくれていたみたいで。なんでまたこそこそとそんなことしてんだよ。だって妹離れしろって怒られたから嫌だし。本当にすみませんでした。これお詫びの気持ちです。なんだ、ん、何、これまたかな、武器のレシピとかかな。痛いほどの家族の愛だね、お姉さん。恥ずかしい。心配だったんだよ。なんと。この屋上のやつでさ、マジで大変だよ。歩きづらいしさ、もう。まあまあ一件落着だなこれは。まあ特に何もなかったんで、そしたらじゃあとりあえずメインストーリー進めるか。アジアが行こう。あれ、なんで翔さんが外に立ってる。どういうこと、まさかそんな。あれ、普通に店の中じゃなかったの。え、他の事件もしかして。どうした、二人して、なんかあったのか。最近壁に落書きをするやつがいるんだよ。落書きなんて今まで何度もあったろ。今までの落書きとは違うんだ。どういうこと。中国語とハングル語、それにタイ語で書かれているの。
それだっていつも通りじゃないか。ここじゃ日本語が外国語だろ。まあそうなんだけど、書いた人間が問題なんだよ。目星はついてるのか？ああ、犯人は多分子供なんだ。え？子供？落書きするの普通じゃない？どうしてわかるんだ？ん？書いてあることが、お父さんをふるさとに返した日本が嫌いだとか。へえ。日本や日本人は僕らを人間と思っていないとか、そういうものなのよ。まさか、あ、教会の子が？こんなこと書くのって、あ、教会に入ってるようなお父さん、お母さんのいない子だと思う。そっか。わかった。捕まえて話をしてみよう。落書きのある場所は、アジア街の北入り口の方と、故郷の向かい側にある建物と、太平通り東の方だ。3箇所あるってこと？落書きをするのは大体みんなが店の準備で忙しい今頃なんだ。よし、まずはアジア街の北入り口を見張る。捕まえても、あ、教会へ連れて行くのは他の子供たちの目があるからまずいな。あ、そうだな。西公園へ連れてきてくれ。私はそこで待ってるよ。お前、店の準備いいのかい？了解。それじゃ、後で。はあ、これ、じゃあ、え？またサブストーリーか？メインストーリー進めようとしたんだけど、お、本当だ。声なき声。困った子供たちだ。え、そうなんだ。どこだっけ？ま、とりあえずちょっとじゃあ、探してみよう。ん？ここに子供がいるんだけど。こいつか？お、書いてる書いてる。ぬいじゃないか。ぬい？あ、逃げた。お前、待てよ。逃げ足の速いアジア街を出てはいないだろう。子供だからどこに隠れてるかわからないぞ。え、ちょっと待って。隠れているぬいを見つけたら、主観モードにして確認してくださいって。え？だってこんな狭いアジア街にさ、すげえ探しづらいんじゃない？いや、まあちょっと探すしかないけど。お、ちょっと待って。ここにいるんじゃね？そこに隠れてるじゃん。そんなところに隠れたってダメだぞ。わ、見つかった。なんで落書きなんかしたんだ。怒らないから話をしよう。なんだよ。嘘つけ。本当だ。俺はお前の話を聞きたいだけだ。だから西公園で待っててくれ。いいな。うん。うん。わかったって素直に言うこと聞いてくれるんだ。へえ。次は故郷の向かいにある建物か。向かい？故郷の向かい。いや、本当に狭すぎるわ、ここ。もうちょっと探そう。お、ここにいた、ここにいた。おい、やってる、やってる。あ、お兄ちゃん、タオ。そんなもので何しようとしてるんだ。逃げた、逃げた。おい、まったく。逃げ足の速い。またさっきと同じセリフ。どこに隠れているか。またか。今度はどこだ？あ、あれ？ナイルここにいたな。ちょっと今ナイルと話してる場合じゃないな。じゃあまた探そう。お、いたいた。お前、そんなとこに隠れてんのか。タオ、見つけたぞ。うわー、落ち着けって。僕は何をしたって言うんだよ。落書きしようとしただろ。今まで落書きしていたのはお前だろ。知ってたの？
わけは後で聞いてやる。だから先に西公園で待っててくれないか。うん。わかった。意外と言うこと聞いてくれる。さっきの子もそうなんだけど、最後は太平通り東からの入り口方面か。いや、太平通り東ね。行くか。お、いた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 。お前、女の子？ミヨン。やあ、ミヨン。韓国人の子かな？うわぁ。めっちゃびっくりしてる。おい、待ってって。ったく、うちのガキどもは足が速いな。しょうがない、探すか。わかったよ。また探せばいいだろ。もう。うわ、お前。お前、あんなところ登ってんのか、お前。いや、だいぶ探したわ。危ないよ、あんなところに。見よ。いやー、見つかっちゃった。ふざけんなよ、お前。おとなしくしろ。いや、何をしようと私の勝手じゃない。そうはいかない。私の気持ち、お兄ちゃんにわかるの？ああ、わかる。本当に？ノイとタオも西公園で待ってる。お前たち三人の話をじっくり聞いてやる。さあ、行こう。うん。いい子だね。悪さする割には、お前たちの落書きで、たくさんの人が困っているんだぞ。ねえ。そんなに叱らなくても。いや、こういう時には厳しく叱らなければダメだ。まあまあ、チョウさん、そんなに怒るなよ。めっちゃ怒ってるチョウさんの顔。おい。ミヨン、お前もこっちに来なさい。まず、この子たちの言い分を聞いてやろう。どうして日本や日本人の悪口を書いたんだ。俺のお父ちゃんを無理やり中国へ返したのは日本人じゃないか。私のお父さんを韓国に返したもそうよ。僕のお母さんをタイに返したもそうだ。だから、私たち、一人ぼっちになっちゃったんじゃない。おお、両親がいないってことか。じゃあなんで、お前らがここに入れるんだ？日本に。逆に。ねえ。日本や日本人は、私たちのことなんてどうでもいいって思ってるのよ。そうだよ、俺たちのことなんかどうでもいいんだよ。日本なんか大嫌いだ。だから、落書きしたんだ。俺たちの気持ちを大きな声で言えないから、落書きしたんだ。はあ、その気持ちは俺にもわかるよ。嘘つき。何このポーズ。いや、わかる。俺もな、小さい頃からはそうだったんだ。え？本当だ。日本を憎んでいた。え？本当？ああ、でも大きくなってわかった。この国が悪いっていうことでもないんだって。じゃあ、やっぱり、俺の父さんが悪かったっていうのかよ。いや、お前たちの父さんやお母さんも悪くはない。それじゃあ僕たちがこんなに悲しい思いをするのは誰のせいなんだい？誰のせいでもない。人間というのは生まれた時から貧しかったり、親がいなくて寂しい思いをしていると、ついその責任を他に押し付けようとする。日本が悪いとか法律が悪いとか、お前たちもそうなんだろ？怒りをぶつけるところがないから、日本や日本人のせいにする。いいかい？俺たちは日本人とか中国人とか言う前に一人の人間なんだ。人間はな、誰もが一生懸命に頑張れば金持ちになったり、幸せになったりすることもできる。本当に？ああ、本当だと思う。自分ではどうしようもないことを背負わなきゃいけないことは誰にでもある。でも、それを何かのせいにして、文句言ったって、何にもなれやしないんだ。だから、落書きなんかくだらないことをしないで、いっぱい勉強して、いっぱい努力しろ。いつの間にか背負わされちまったものを、自分の力で跳ね返して、みんなを見返してやれ。わかったか？うん。よし。
じゃ、さあ、今日は美味しいもんをご馳走してやる。やったー。秋教会まで競争よ。走るのかよ、お前ら。なんで、競争と言ってなんでメイファーお前先に走ったんだよ。これで一つ、あの子らも成長したな。そうだな。でも、現実は残酷だ。またいつかあの子たちがくじけそうになる日が来るかもしれない。いや。大丈夫だよ、まーちゃん。そんな時のために私たち、秋教会があるんだろ。これは私たちしかできないことだよ。ああ、そうだな。これで落着か。もうね、サブストーリーいっぱい探してたのになかったからさ、メインストーリー進めようとしたらまさかチョウさんに話しかけたら先にあのサブストーリーが出てきたとはな。まあそしたらちょっとメインストーリー行こう。よし、じゃあチョウさんに話しかけてもう行くか。まーちゃん、明日カツラギに会う準備はできたか？もう休もうかい？そうだな。明日まで休む。ああ、休ませてもらうよ。わかった。ゆっくり休むといい。この店で休むの？寝るところあんの？あったっけ？翌日、3月9日。へえ。行ってくれよ、長さん。そっか、まーちゃん。気をつけてね。ああ。あ、そっかそっか。ミレニアムタワーの前で集合するって言ってたな。また1億円持って。じゃあ、ミレニアムタワーの前急ごう。こんなケース持ってたら普通に怪しいだろうな。お、ムービーか？お待たせしました。本人？あんたが、カツラギ？本人が直接来たの？はい、何時ここへって。あなたがここに来るずっと前からいましたよ。多分、あなたは私のことも見ていたはずだ。だが、気がつかなかった。どうやら私のこと、あまり調べてないようですね。安心しました。さあ、どうしますか？ここで取引を続けますか？いや、ちょっと歩きながら話さないか？歩く？ああ、散歩がてら25年前の真相を話すってのも、オッツなもんじゃないか。なるほど、つくづく頭のいい方だ。移動しながらの交渉なら標的を定められる危険も少ない。あんたも登場界の島のど真ん中歩いてみたいと思わないか。いいでしょう。お付き合いします、谷村正義さん。歩きながら。ではそろそろ本題に入りましょう。谷村さん、あなたはお父さんの死の真相が知りたいと、そうおっしゃってましたね。ああ、そうだ。俺の親父の死、あれは25年前の上野義晴襲撃事件に関係しているんじゃないのか。私は回りくどい交渉は好きじゃありません。はっきり言いましょう。違います。違うの？違うだと？今さら何を言ってるんだ。俺は柴田が新井に殺された時現場にいたんだ。あんたと柴田が25年前の事件でつながっていたことは分かってる。親父はあの事件があんたと柴田の仕組んだものだということに気がつき、そのことが原因で殺されたんだ。そうだろ？確かに谷村さん、あなたのお父さんはあの襲撃事件に柴田、そして私が関係していたことは突き止めていました。25年前のあの事件は私と柴田が描いた絵です。私はあの日のあの時間、
冴島大河が一人で襲撃に来ることを知っていた。知ってたんだ。確か25年前のあの事件、あんたは被害者の一人だったはずだ。どうして生き残ることができたんだ。だから知っていたと言ったでしょう。私は事前に冴島がどうやって襲撃してくるかも知っていた。防弾チョッキか。おお、ま、だからそんなところです。私はあらかじめ備えをしていた。だから助かることができた。それまでです。つまりあんたは柴田と共謀し、自分の組織の幹部を抗争に見せかけて殺させる絵を描いた。自らが死ぬ可能性があるにもかかわらず。当時私は22歳。若っ。柴田さんは30歳。若い二人が縦割りの組織で成り上がるにはそうする必要があったんです。あんたは事件の後、まんまと上野清和会の若頭に就任。柴田も東上会で直系へと昇格した。あんたたちの計画が成功したというわけか。ええ、まあそうなります。やけにあっさり話すんだな。もうあれから25年が経ちます。今この事実が警察に伝わったところで、私が罪に問われることはない。確かに。賢いな。あんたの罪はもう時効だ。だが極道社会ではそれは通じないだろう。だからあんたは安子さんを使って柴田組の関係者を殺させ、新井に指示して柴田を殺した。そういうことか。まあそういうことですね。どこに向かってんだ。あくまで自分の犯行ではないというつもりか。まあいい、話を戻そう。25年前、俺の親父はなぜ殺される必要があった。その理由を教えてもらおう。あなたのお父さん谷村さんは25年前の事件の裏に私と柴田が動いていたことを突き止めた。だがその捜査の過程でもっと大きなものを発見してしまったんです。なんだ。それは何なんだ。不正です。あなたのお父さんは事件の捜査をしていくうちに警察内部の不正の事実を知ってしまったんですよ。やっぱり警察内部怪しい。不正だと。25年前の事件、あの事件は警察によって捜査されたものだったんです。冴島大河ではない、事件の真犯人を隠すためのね。真犯人。冴島さん殺してなかった。ええ、そうです。あの事件、冴島大河は襲撃を行った。でも真の犯人は別にもう一人いるんです。あんたが安子さんに知っていると言った真犯人ってのはそいつのことなんだな。あなたのお父さんはその真犯人の正体と真犯人を知りながらもそれをもみ消した警察の不正を知ってしまった。だから殺されたんですよ。誰なんだ。親父を殺したやつってのは、その真犯人ってのは。何格好つけてんだよお前。こんな時間に外を歩いたのは久しぶりだ。おい答えろ、カツラギ。その前に取引です。冴島康子さんの居場所を教えてもらいましょうか。1億円。何の真似です。この1億はくれてやる。だから安子さんのことは見逃してやってくれ。いや多分金の問題じゃないと思うんだ。冴島大河に会うためにな。本当に行ったんだ。何がおかしい。彼女の役目はもう終わったはずだ。ん？もう手遅れなんですよ。冴島康子もお前も。何？お、なんか急に人がいなくなった。
して、その代わり上の世話係の人間か。え、誰もいなくなった。これはどういうことだ。おお、あいつの顔ちょっとおかしいな。先頭に立ってるやつ。佐江島康子さんは後で始末します。だがまずはあなただ。いや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 、カツラギ貴様、一緒に仲良く散歩したじゃねえかよ。教えてありますよ。25年前の事件、18人殺した真犯人誰だ。あれね、俺なんだよ。え、何、どういうこと。カツラギ、まだ話は終わってないぞ。よよよ、お前ら話せ。ああそうだ、あのあなたが通っている故郷って店、あの店のご主人にもついでに消えてもらいますんで。いや、なんでだよ。なんだと。調査関係ないでしょ。急いで行かないと殺されちゃいますよ。ご主人も可愛らしい中国人のお嬢さんもね。よよよよよよ、お前ら。それじゃ。おい、俺の親父を殺したのもお前なのか。おい、答えろ、カツラギ。さあどうだか。いやいやいや、お前ん、警察来た。おおおお、誰、杉内か。そこまでだ。杉内さん、てめえ早く行け。いつも入り浸ってる店の連中が危ないんだろう。はい。いやー、遠近助かったよ。お前ら全員捜査一課でまとめて面倒見てやる。覚悟しろ。すげえ、